片方も読むんですが、大正から昭和にかけての作家で、稲垣太郎っていう人がすごく好きで、この中のすごく不思議な色話がいろいろあるんですが、この中の月光密造車っていう話、聞いてイメージが湧いた曲で、ちょっと抜粋して朗読します。瓶が一つ屋根の上に、屋根の端に溜まっていたので、拾ってきて透かしてみると水のようなものが入っていた。振っていたらコルクが一人で抜けた。疑問、静かな焼きに響くと、瓶の口からおびただしい蒸気が立ち上って、みるみる月の光に溶けてしまった。自分は瓶の中に何もなくなってしまうまで見つめていたが、それっきりであった。ただ月が平常よりほんの少し青かったっていう。なんかイメージが湧いて、曲作るときってすぐ一瞬で湧いてきて、最初から最後まで全部見えるんですよね。月光密造車を英語にして、ムーンライトブートレガーという曲を聴いてください。